スペインが日立の高速鉄道車両を導入です。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。さて本日のテーマは、スペインが日本の高速鉄道車両を導入、なぜ中国の車両ではないのかをお送りします。先日スペインが日本の日立製作所が生産管理する高速鉄道車両を発注しました。そのことについて中国メディアが、スペインが日本に高速鉄道車両を発注した理由という記事で報じました。その内容と人々の反応をご紹介します。日本の日立製作所はスペインで運行予定の鉄道23編成184両をイタリアの鉄道会社から受注したと発表した。これはカナダのボンバルディアとの共同受注で、その総額は998億円。このうち日立製作所は約600億円を受注した。納入する車両、フレッチャロッサミルは日立とボンバルディアが共同開発した車両だ。イタリアの鉄道運行会社トレニタリア社に納入し、同社のスペインの子会社が運行するという。中国高速鉄道は日本と比べて様々な優位性がある。具体的には様々な環境での建設経験、独自の高速鉄道技術システム、そして建設コストの安さだ。それにもかかわらず、一体なぜスペインは日本の鉄道車両を導入することにしたのか。一つ目は今回が再発注であることだ。日立とボンバルディアは2015年にフレッチャロッサミルを50編成納品している。営業最高時速360キロの高速性と振動や騒音の少ない快適性、 Wi-Fi 設備や食堂車もある車両は評価が高く、19年6月にも14編成の追加注文があった。こうした背景から今回の再発注につながったのだ。二つ目は、日本と中国の高速鉄道事業は住み分けているということだ。日中の高速鉄道受注競争は激しいものではない。中国は主に海外での高速鉄道建設に強く、日本は車両の輸出が強い。だからこそ今回は日本が車両を受注したというだけのことだ。例としてイギリスの高速鉄道ハイスピード2の建設計画を挙げよう。これは中国が受注する可能性が高いが、その車両については日本が受注する可能性が高い。ただこれは中国が劣っているというわけではない。あくまで住み分けであり、日中はお互いにウィンウィンの関係を歩んでいるのだ。この話題には多くの人々からコメントが寄せられました。日本の反応、住み分けだって言ってるけどそうじゃないと思う。日本は安全で信頼性が高い上に価格も適正だから、発注する側はそんな住み分けなんて気にしないよ。日本の高速鉄道は本当にスペック通りの最高速度で走れるし、耐久性が高くて長持ちだからね。2015年に車両が納品された時にその素晴らしさを体験したんだろう。鉄道は安かろう悪かろうはダメだからね。命に関わるから。だから信頼ができる企業の車両じゃないと怖くて導入できないよ。悔しさがにじみ出てるような記事だな。経験もシステムもコストも優れているのに受注できなかった。それは今回の案件が再発注だからだって言いたいんだろうね。そうでもないと納得できないから。フレッチャロッサミルはもともとボンバルディア社とアンサルドブレダ社が開発してた。その後に日立がアンサルドブレダ社を買収した。だからまあ純粋に日本車両とは言えないかもしれないけれど、それでもこうやって海外で車両を受注しているのはすごい。開発が違うとしても製造管理を日本の日立がしているってことでの信頼性アップはあると思うよ。海外の企業だと文字上のスペックだけで中身が伴わないことはよくあるからね。アンサルド・ブレダ社はイタリア気質全開の会社だったからな。デンマーク鉄道から受注した IC4 型は納期の遅れとシステム不具合で通常運行に支障をきたした。オランダ・ベルギーの鉄道からの受注も納期が遅れたことで全車両の受け取りを拒否された。
そこを日立が買収したことで日本気質が注入されたんだよね。スペインへの納入も納期遅れはないだろう。だから日本の力といって間違いではないね。納期の遅れが頻繁に起きてた会社なら、日本企業が買収したことはプラスだろうね。日立が生産管理するならきちんと納期に間に合わせるはずだから。スペインは世界最大の観光立国なんだよね。だからこそ事故がない安全な鉄道を必要としている。事故なんて起きたら観光業に大きな支障をきたすからね。なぜ日本なのかって、それは技術、信頼、態度とかだろうね。俺も世界中のどこの鉄道車両を買ってもいいよって言われたら日本を選ぶわ。インドネシアの鉄道はどうなったんだろうね。そういった海外の実績とかを見れば中国を選びにくいよね。それを住み分けの問題というのはダメだと思う。コストの安さを売りにしているけど、どうやってそのコストカットをしているかだよね。もしそれが大事な部分が抜けている状況なら依頼しにくい。安心や安全を度外視しているとしたら選択肢には入らないよね。この車両はかっこいいな。さすがイタリアの血が入っているデザインだ。このデザインで日本の品質となれば、日本でも走らせてほしいと思っちゃうね。日本の見えない部分での優位性。今回のスペイン鉄道への車両納入は少しだけ複雑です。フレッチャロッサミルはもともとボンバルディア社とイタリアのアンサルド・ブレダ社が開発した車両です。そのため当時日本は関わっていませんでした。しかしアンサルド・ブレダ社はイタリアの企業らしい気質だったようで、納期の遅れが頻発していました。2011年にはデンマーク鉄道に納入した車両が納期トラブルとブレーキトラブルを発生。2013年にはオランダとベルギーに納品した V250 の全車両の運行認可が取り消し、2014年に V250 の全車両が返品。これにより経営危機に陥ります。そこを救ったのが日本の日立製作所です。2015年11月にアンサルド・ブレダ社を買収をします。これにより生産管理を日立が担うことになりました。そのため今回のフレッチャロッサミルは純粋な日本車両とは言えないかもしれません。けれど日立が入ったことで、これまで頻発していた納期遅れやシステムトラブルはなくなりました。それが今回の追加発注につながったのでしょう。これは車両の開発が単なるスペック上の話だけではないということを示しています。いくら車両自体が優れていたとしても、それをきちんとスペック通りに、かつ納期を守り生産していくことができなければ、あっという間に信頼を失います。そうした目には見えず一見すると当たり前に思えることをしっかりとできることが日本企業の強みなのでしょう。これができる限り日本の優位性は揺るがないはずです。あなたは日立製作所の鉄道車両がスペイン鉄道に導入されることをどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。